はい、これはですね、私がこうフリマでね、これはね、手に入れてきた、ものなんですよ。で、これは、馬です。ね。もう馬の王子様言わずと知れたもう馬ですよ、みたいなね。で、ほら、見てください、この顔ね。ほら、ね、仲良くしてください、みたいな感じでね。これからね、ね、仲良くしましょう、みたいなね。つぶらな瞳してる。馬ってのは不思議なもんだよね。みんなこうやってつぶらな瞳してる人が多いんですよ。みんなこの人たちはみんな非常に親切なんですね、この人たちはね。で、やたらに人を蹴飛ばすこともないしさ、怒り散らすこともないしさ、ほんとおとなしいんです、この人たちって。だから人間が近寄ってきても、で、動物ってわかるのね。人間が心のどこから優しいかどうかって。だって動物からしたら、人間って見たらさ、恐ろしい疑問じゃない、意味。いきなりどっかからやってきて、見たこともない格好したものがやってきて、しかもなんだかわけのわかんないこと喋ってると。まあ、動物からしたら、見たら泣き声かもしれないけど、いきなりないね、わけのわからんことに泣き出すと。で、そんで、わけのわからん形で人にものがやってくると。もうね、動物からしたら宇宙人がやってくるみたいな感覚かもしれない。で、そしたら非常になんだかわかんないから怖いと思うじゃないですか。だけど動物って本能があって、その人間が優しい人かどうかって一瞬でわかるらしいんだよね。で、特に馬っていうのは動物の中でも、そのやっぱり象よりちょっと上なんだけど、まあ優れてる動物らしいんですよ。エジプトのピラミッド状みたいなランクみたいなところで言うと。そうすると、瞬時にこの人間は優しい人間であるか、それとも自分に対して危害を加える人間か、これが瞬時に分かるらしいんですよ。で、まあ自分に対して味方だと思ったものに対しては、自らこう近寄ってくるらしいですね。だから非常に、まあこの人たちは、その、まあそれだけこう優しさのオーラっていうのが体全体からこうね、まあ出てらっしゃるんですね。で、こういうのがあってね、これは多分馬の王子様あたりなんか詳しいと思うんだよな。これなんて書いてあるんだかわかんないけど、KIKE って書いてある。ね。だこれ見ると多分競馬の馬だと思うので、おそらくは競馬のなんかのこの、まあ、競輪だったのか、あるいは海外のそういうような競馬場に売ってるところからも持ってきたものなのか、あるいは日本の競馬場から持ってきたというか、まあ、買ってきたものなのかね。あるいはプレゼントでもらう、抽選何名当たりますとか、なんかそういうプレゼントがあって、それでもらったのか。まあ、わかんないですけど、まあ、これがあったね。で、そこのフリマってのは子供がね、こう、主に主催としてやっていて、まあ、そのフリマってのはほら、まあ、私もフリマとかね、そういうとこいくつも、まあ、最近回ってるけども、この馬のところにあったところのフリマっていうのは、まあ親がいない子供たちがいるところで、まあそこのところが、その子供が中心になって、まあ親が裏でこう、裏方でこう助けているっていう感じで、主催でやってるんですよね。だからまあそのところだったから、だからもしかしたら、そこのところに住んでる子供であることは間違いないと思うんですよ。で、その子のために、まあ、その子に、たちに、こう、使われていたものの可能性が高いんですね。で、それが、まあ、何年か、例えば過ぎて、まあ、もうほら、ああいう施設に暮らす人たちって、ほら、もう卒業するからね。18になると、もう、出ていかなきゃいけないから、で、その時に、まあ、これはいるものか、それともフリマに出すものかっていうのを決めるんですよ。で、それでこれがフリマに出されたってことは、どこの子供かはわかんないけど、その子が、まあ、そういう年頃になってきたんで、まあ、フリマに、ところに誰かの人に使ってもらえれば、いいなという選択をして、で、それで、まあ、手放されたものだと思うんですよね。で、それを、まあ、私が、たまたまだけども、まあ、そういうとこ行って、まあ、買ってきたと。いうことでね。これはね、確かね、300円ぐらいだったんじゃない？あ、400円ぐらいか。でも400円でも安いですよね、これね。
400円で安すぎねえと思うんだけど、400円で安すぎるでしょ、これ。で、それで、こういうのだったら、結構ぬいぐるみとかってね、結構値段が、したりするんで、で、こういう瞳とかしてるでしょ？だからほら、この人なんか結構、あれだよね。で、しかもこれ、おそらく未開封かなんかだと思うんですよね。だから、まあ、そこだな、どれくらいだろうな、4000円とか5000円とかは、まあ軽く1000円以上はコスモンになるんじゃないかなと思うんですよ。だからまあこれはそういうところからまあ持ってるね。だから不思議でやっぱり物ってのはね、やっぱり似たような人のところに行くんだよね。船のね、火事が売れた時もね、火事って無船の昔のハンドルね。で、あれなんか売れた時も、やはりそのなんかコスプレに使うんだって姉ちゃんがいて、で、その姉ちゃんのところに、売られてったのよ。で、その時に、わざわざ遠くまでね、こう、ちょっと事情があって、配達の事情があって、今、配達業者もうるさいので、あだこだって言ってくるから、まあ、直接車でブーって剣乗ってブーって行ってきたんだけど、まあ、それで、届けたんですけどね。まあ、そういうふうに、ほら、物が大きいだけにさ、何使うんだろうなと思って、しかも若い兄ちゃんが、姉ちゃんが出てきたからな、これ何使うんですかって聞いたら、まあ、コスプレに使うっていうからね。で、それで、で、そのものがもう大正時代の頃から、作られたもので、もう100年は優に超えてるんでしょうね。それがずーっとあったもんだから、それを、まあ、値段はね、まあ、ものすごい安くなっちゃうんだけども、まあ、それをこう、その人が買っていったんですよ。だからおそらくね、コスプレに使って、で、コスプレのそういうイベントとか終わっても、多分その人、感じだと、ダーリソンに使ってくれる人なんで、ああ、そういう人のところに売られていった方が良かったなっていうふうに、私はそう思うのでね。だから、多分同じような気持ちを考えてる人がいて、で、その人が多分フリマで出したんだと思うんだよ。で、確かね、その車に行ったときね、確かね、店番やってたのがね、中学生ぐらいの子じゃないかな。中学校1、2年、2、3年生ぐらいの子がやってたと思ったな、男の子でね。で、他にもぬいぐるみがわーっとたくさんあって、あったんだけど、まあ、それで、販売してましたね。で、それで、まあ、ものだったんですけどね。ただ、まあ、これは、まあ、そういった系統で多分流れてきたようなものだと思うから、まあ、それはずっとね、やっぱり私ってやっぱり、なんていうの、俺ってのは、この、人の出会いっていうか、そういったものをこう大事にしていきたいなっていうのがあるので、まあ、できれば、生涯にわたって持っておきたいなって思うし、仮に自分が亡くなってしまったら、まあ、またその意思を誰か継ぐ人のところにも、ね、行かれる方がいいわけよ。むしろこれ逆にね、なんだかわかんないっつってさ、どのくらい価値がするのかわかんないからさ、つってさ、そのまま捨てられてしまったりね、焼却炉のところに流されちゃったり、もうね、そういうふうに処分されるんだったら、あまりにも悲しいですからね。だから、それだったら誰か物好きな人がいて、物好きな人のところに大事に、飾るなり遊ぶなりしてってもらった方がいいわけで。だからまあ、そういう感じで、私はそれを、まあ、受け継いでね、行きたいかなっていうふうにはまあ思うんですよね。で、それがこの、まあ、馬だったということだけどね。まあ、なかなかこれは、そういう中でものにしてるまでね、多分これ貴重なもん、まあ、いつぐの年代かはこれははっきりわかんないんだけど、まあ、もしね、馬の兄ちゃんとかね、多分どっかで聞いてると思うんで、聞いてたらね、馬のおじさまあたりね、これどこの馬ですかって言うとね、多分わかるんじゃないかなと思うんですよ。で、あ、これですよ、みたいな。あの兄ちゃん多分密かにそういう馬のグッズ集めてそうなんだよね。なんだか前フェラーニのやつを友達からもらったんだって、それをこう集めてました。集めてるっていうか、集めてる人そんなたくさんじゃないよ、ほんのわずかなんだけど、まあそれをこう持ってたんですよ。なんか文房具みたいなやつ、筆箱みたいな、なんかそういう系のもだったかな。
だから、私も欲しいな、みたいな。俺もフェラーリ好きだからな、みたいな。だけど、まあ、そういうのあったから、そういう馬の王子様だったらもう、多分わかると思うんですよ。で、ここにほら、W なんとかって書いてあるんですね。まあ、ちょっとなんだかちょっとわかんないけど、あとで、まあ、あとでね、自分でも、こう、調べてみたりすると思うんですけれども、ほら、こうやって前足をね、こうね、折り曲げてね、こう座ってるっていうね。なかなかこんな姿ないよね。だいたい馬のぬいぐるみってだいたいほら、立ってるのが多いじゃないですか。で、これちゃんと座ってるもんだね。座ってて、しかもこういう競馬スタイルっていうか、そういう馬ってあんまりぬいぐるみとしてあんまり見たことないんだよね。だから、これどこにあったんだろう、もともとどこにあったんだろうっていうね。で、まあそういうような感じなんですけど、まあなかなかのいいね、ものだなっていうふうに感じます。まあ状態もね、そんなに、その、この人は日焼けをしてるわけでもないし、多分どこかの部屋の中でこう、ずっと飾ってたんだろうなっていう感じで、ね、状態も良さげな感じですね。これはこれで私のコレクションとして、まあ新しい仲間が加わりましたみたいなね。俺もちょいちょいね、ぬいぐるみっていうのはね、集めてんですね。男なんですがぬいぐるみ集めてんですよね。まあこういうのはぬいぐるみっていうのはぶっちゃけと男も女も関係ないと思うんだけど、まあ集めてることは集めてんです。まあぬいぐるみだけでね、20体ぐらいいるのかな、20人ぐらいいるかもしれないね。うん、まあさすがにね、ちょっと日本人形とかはね、ちょっとね、日本人形、フランス人形はちょっとねっていうのがあるけど、あれはちょっとリアルがすごいかなって、リアルさがすごいかなっていうのがあるから、どっちかというとぬいぐるみの系の方がいいんですよ。で、こういう動物系のがいいのでね。で、こういう風なのですね。でもまあなかなかこれは、いいなっていう感じね。ついでにね、こういう風にね、お尻もありますよ、みたいなね。お尻を見せるんじゃねえみたいなね。言われそうですけども、お尻を見せてるんですね。まあ、こういう感じでございますね。で、こんな風にね。私はこれがね、気に入ってるのは、これで足を曲げてるところね。これがいい。この足をちょこんと短い、ダックスコンドみたいに短い足に、こう、あえてこうしてるような感じが、なかなかいいなっていう感じですね。これはね、ちょっとね、こういうのとね、袋から開けちゃうとね、おそらく価値って下がっちゃうから、袋を開けるか開けたくなるけども、まあそこは開けないで、まあ取っとこうかなとは思いますけどね。ただこれ見て言うとね、ほら、ここにほら、もうじゃあ気づいたんだけど、こう英語で書かれてるんですよ、ほら。なんて書いてあるんだかわかんないんだけど、多分これ日本のじゃねえかもな。海外の、それこそイギリスとかフランス、イタリアとか、まあそういった国からやってきた馬さんじゃないかなと思うんですね。こうやって、ね、こうやって英語で書いたとこ見ると、もっと日本のものじゃないと思うんですよ。だからどうでまあ見ないはずだなと思ったんだけどね。まあ、そういう感じですね。というわけでね。まあちょっと袋にね、ままにしてしまうというのはなんかちょっとかわいそうな気もするんですが、まあもともとこの状態でね、ずっといたのでね、この人ね、どこにいたのか知らないけどさ、そういう親のいない人たちが暮らすところだってのはわかるんだけど、そこに一体どこにいたのかわかんないんだけど、まあそれをもといえばどこからそこのとこに来たのかわかんないけどね。だけどまあこういう状態で飾っておきたいかなと思いますね。というわけでどうもありがとうございました。